こんにちは、今回は地下災難館。キノコ帝国を解放しよう、という動画。まず、そこまでの道のりのおさらいから。ここに敵がいるんで、倒して装置を起動。そうしたら、出てくる戦霊についていく。その後、初見時は下からですが、草元素石碑すべてに草元素で灯して、その後、中央の装置を起動。まあ、何を言ってるかわからん人は個別に動画が作ってあるので、そちらをご視聴ください。なんでこんなところに宝箱が？一応おさらいのつもり。下の敵をすべて倒して、再び装置を起動。こいつを起動して。天地の恵みであるな。行こう。いざ。行こう。いざ。行くぞ。で、ここで正面の装置に種を飛ばして終わりと。で、キノコ帝国はここから降りるんですが、その条件のために別の洞窟へ行きます。ここの下の水を抜きます。この辺無駄にポケットワープ置いてるけど、後で戻ってくることがあるんで、どっかに1個は置いておくと時短になるかも。次はこちらの入り口から入ります。砲塔弾は一応すべて倒しましょう。ここ全滅させます。ここ、鍵がかかってたらリログしてください。この時、二
通にバグだと気づかなかったんで、先の部分進めてます。先ほど開通させたので、ここから先ほどのところへ戻れます。ここマジで、開かないの初見だとバグって気づかねえだろ。再ログインしました。条件は多分周辺の敵撃破かなと思います。さすがにネタバレになっても、ネタバレが良い人向けでバグ公開してくれ。こちらでも先ほどのところと開通しました。それでは、3個目の入り口へ。ここは入り口があるってだけです。ライアーヒーターと木の内側へ。はい、ここからですが、封印された石柱16個すべてやってきてください。
もしかしたら、その後発生する任務クリアも条件かもしれません。その後、秘境へワープすると、水が抜けています。ということで終わり、ご連絡ありがとうございます。マジで、石柱1個で20分とかになったから別々にしました。今のとこここに任務はなさそうですが、あれば動画にします。